のやつ見た。あ、かわいい。かわいい。このドットの種類が。かわいいところが憎いね。憎いですね。今回いろいろとね、この色も出てるし、一体新しいやつが。その赤いのかわいいですね。めっちゃかわいい。3人で。やりましょうか。かわいい。うわ、はい、ゆでちゃんちょっと上目遣いして可愛くみんなみたいに出てない、あのギャルみたいにしてください。あ、可愛い、可愛い、可愛い、ゆうさん笑顔見て、めっちゃ可愛い人おる。本当だ、キュンキュン系。こういうヨネちゃん初めて見る。初めてのヨネちゃん。初めてのヨネちゃん。すいません、ありがとうございます。これ多分フェイスブック投げたらいいね、しょうもないやつ。1000いいね。引き出しました。ギャルタケチ。いや、てかさ、小学校からのプリクラみんなこうやったら、そうやな。笑顔で。ギャルタケチ。いい感じ。ギャル恥ずかしい。ちょっとみんなギャル仕様してよ、ギャル仕様。いや、ギャルギャルやってギャル。こうかな。他になかったっけ。これとか。あ、そうだそうだ、これやばいよ。だからその世代じゃなくない、ゆうなちゃんとか。見てました、見てた。ギャルな手なめで来た。あ、これ完璧だったね。完璧。あやぎさんうまいしな。ギャルやぎ、ギャルヤギ早く出て、楽しみ。ギャルヨネとギャルタケチ。あ、そうわって顔したくないな、わって。どんな顔ですか、わって顔みたいな。よ、はーい。はーい。楽アイチーズ、超いい感じ。約束通り。早く出てほしいですね、これ。結構いい出来だと思います。あんまり考えずに撮りたかったりするんですけど、こうどうしてもいろいろとこうフレームとか考えちゃうので、そういうのはない方が多分ねいいのが撮れます。今日のヤギちゃん自由です。あの時間も自由なんで、かなり発想も自由です。あ、フィルムが入ってないか。外のマネキンとトロ、もうどうも集めてるんですよね、旅行行く旅先で。だからこの辺めっちゃ羨ましい。ちょっと見えないけど撮っちゃえ。もう手慣れたもんです、交換は。なくなっちゃった。これですよ、これめっちゃ可愛い。これも新しく出ました。新しく出たんですね。出たばっかり。これやばいよね、可愛い。
します。